皆さんごきげんよう。Naisg新刊紹介の時間です。司会は私、言葉がなかなか出てこない江川です。今回は4月に出されました新星出版社の未来の扉をひらく偉人のことばを紹介いたします。早速この本を担当した高作にお話を聞いていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この本はどんな経緯でどんな人に向けて出されているんですか。はい、全国の小学生に向けて、出した本なんですけれども、あの本の中ではちょっと失敗しちゃった時とかに、あのもう一回、くじけたりとかした時にもこう励ましてくれる言葉だったりとか、毎回頑張ろうと思えるような言葉がたくさん掲載されています。はい、分厚いです。分厚いですからね、はい、100人分入る、はい。特に苦労したところはどこですか。苦労したところはこの中で100人の偉人の100個の言葉がベースになってるんですけど、100人の偉人を選ぶというところにまず苦労をしたのと、100人の偉人のその100個の言葉をこうセレクトしていく作業が一番大変でしたね。絵もついてます。絵もついてますからね。漫画も入ってますね。最後にこの中で一番好きな言葉はどれでしょう。はい、私アシックスの創業者鬼塚喜八郎さんが言った言葉なんですけど、転んだら起きればいいっていうすごいシンプルな言葉なんですけど、これが一番好きですね。失敗すると大体ドヨンとした気持ちになっちゃうんですけど、なんかこう、まあ、失敗したらまた起きればいいんだっていう言葉で心がふわっと軽くなるかなという気がして、すごく好きです。シンプルです。シンプルだけに力強いですね。ありがとうございます。こちらの新星出版社より出されました未来の扉を開く偉人の言葉は全国各書店アマゾンで購入求めていますので、ぜひ買って読んでみてください。以上で Naisg新刊紹介を終わります。ありがとうございました。